小月バイパスは、山口県下関市区領改作から、下関市町塞側に至る延長発展を、キロメートルの国道2号のバイパスである。国道2号小月バイパス、下関市亀浜町付近もともとこの区間の国道2号は、特に、下関市小月小島交差点から新松地方付近に、かけて、慢性的な渋滞が著しいことと、 沿道の開発が進み、拡幅が困難であったことから、海側の干拓地部分にバイパスを設けることで、渋滞の軽減を目指したものである。1988年11月から暫定に、車線で、供用開始されている。旧道は、国道491号、山口県道33号、下関峰線などとなっている。松屋、新松間は、 県道下関ミネセンの重複区間。下関市松屋から亀浜町の間は長く暫定に車線状態が続いていたが、バイパスの渋滞が慢性化してきたことから、国土交通省中国地方整備局により4車線化の工事が進められた。2011年9月29日に、下関市新松東町から亀浜町までが4車線で開通。 2017年4月24日には、下関市松屋から新松東町までが4、車線化され、これにより、全線4車線化が完成した。また、同時に、松屋ランプがフルランプ化された。2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。